さ、意外と入れるとこ少ないのか。真ん中はなんか怪しいな、国会議事堂みたいな、なんかホワイトハウスみたいな、なんかわけわかんのかけど、こういうとこなんか普通になんか入れないもんね。こういうとこな、これ入れない、意外と入れない場所が多い。トゥン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 、こういう真ん中のところ、真ん中とかいいよな、これ。おお、ちょっとヒントせっかくだからまあやるか。どんどん物価が上がってな、真ん中に食べ物がなくて困ってる人がいる。食べ物がなくて困ってる人がいる。真ん中？じゃあそこ行った方がいいってことか。先に行く？じゃあここじゃあ徘徊してから行くか、じゃあ。我らさんは全部聞くのよね。悪魔と取引して今の権力を許せけたな。やっぱそういうあれだな。それ系だな。なんとかダイナソーミュージアムか。トポロ劇場で言えばトラン、ああ、そうだ。ヴィーナスって新人。女の人か。砂漠の埋蔵金発掘はどうなったんだろう。砂漠の何百万億ドルの借金を返しちゃうな。日本へと東京のカツマンのヒレカツで移植を3回くらい食っちゃうね。おう、マジで砂漠なんかまだありそうだな。封鎖の上がらないただの不動屋さんだったんだ。警察まで自由に犯せるっていうぜ。よくはとても思えないな。まあ確かになんか闇っぽいもんね。闇を抱えてる感じがするわ。トゥン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 。都会的なおっさんね。あ、そうなの。そうか。トゥン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 。とんでもねえからがいっぱいいんな、ここは。ヤッホー。ケチなやつがいるもんだ。ってことについて考えたことない。そうか。ケチなやつか。テン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 。難しいな。テンテルンテン、ケチなやつか。俺もどっちかしたらケチなのかもしんね。ケチっていうか、それとも契約家というか。おお、なんだ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 。びっくりしたんじゃねえ、俺。てっきりな、これな、何か起きたと思ったじゃねえか。この人怪しくない？食べ物を欲しがってる輩がいるって、それはちょっと覚えておかないとダメだな。まあ、ヒントだから、まあ、結構重要なやつだろ。結構ヒントってあれだもんな、重要なこと言うもんな。前もなんか、なんつったっけ、なんだっけ。アップル野郎のなんかさ、おぉ、アップル野郎になんかお金やんないと、なんか、とてつもなくな、やべえことになるぞみたいな感じでたけど、本当になんかその通りだったからな。トゥルトゥルトゥル。ガスが下がった。何者だこいつらは。みんな取り憑かれてんのかな、ここら辺のやからは。791。砂漠か。てっ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 て、お、ケースがいると噂の。俺たちの任務だよ。そういう街さ、そうか。まあ、勝手にやってりゃいいんじゃないの。デパート行こうぜ、デパート。とりあえず、ま、装備をと、まあ、砂漠行くにしても装備整えてから行ってもいいだろ。変なことが多くなったね。閉店してんの？休業中です、マジで。くけくけって。トゥ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 、じゃあ何そのなんかヒントみたいな。何くけくけって。おー、すげえ。つまり、どっちかで行こう。こっちから行こうぜ。この国会議事堂みたいななんか。あ、ダイナソーミュージアムか。なんだこれは。本物の恐竜がいるわけではなくて、レプリカです。ああ、はいはい。学術研究部が起こります。そうか。まあ見せてくれよ。本物がいるんじゃねえか。おお、すげえ、でっかいでっかいでっかい。めっちゃでかい。思ったよりでかかった。すげえでかいじゃん。半端ねえな。こんなやつが、やばくないってこれ。超やばくない？でかすぎじゃね？ここだぞ。ここだよ。で、こうだよ。すげえ。こうだよ。あ、待って待って待って。邪魔すんじゃねえ、まったく。俺が今ちょっとなんつう、博物館をちょっと見て回ってんだからさ、俺のさ。勘弁してくれよ、もう。てっ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 て。上がったよ。楽しみにしてるからな。すげえな、このダイナソーミュージアム。スカラベ南で発見された恐竜の骨。おー。ここさ、いけないのか？博物館のライスボール。おう。アイドルタレントとか来ないものかな。アイドルタレント、恐竜大きい。なんだ、この昔に絶滅したはずの恐竜がスカラベ近くの奥地で発見されたという報告があるの。そうなの。数を受けると現地の人は食われちゃった。未確認情報もある。発見した写真でも撮ってきてください。寂しいから、私が寂しいがりだったのか。そうか、寂しいがりやってことだな。なるほどな。 T シャツを売ればいいと思うんだよな。おお、ずいぶんなんか詳細があるじゃねえか。でかいでけえよな、マジでな。
我々人類に出会うことなく滅んでいった生物はどれぐらいいたものだろうか。生きた恐竜、いやこれ出てくるんじゃない、これもうフラグじゃん完全に。もう恐竜が出てくるフラグだぞこれは。いろんなものがあるな。そうか、まあ堪能させてもらったよ。あんなとてつもなくでかいもの見れるんだなってな。ててててて、じゃあこのなんかよくわかんねえ、ここ何、ここは。あ、ここあれじゃね、あいつが言うと。おお、その記憶がなんかあれだな。大会があってさ、モノポリに大会触ってやるよ。スーパーファミコンでもできる。なんだ、立派なオフィスで働く私はエリートです。なんだここ。おお、何階とかいけんの。ポーキーさんは専用？ポーキーどうなっちゃったの一体あいつは。なんでポーキー何やってんのあいつ。何がどうなってんの、あのお方。おお、こわもての。友達かな。うろうろしちゃいけないよ。怪しいやつ間違って、マシンガンで撃ち殺されてしまうことってあるからね。そんな物騒だな。いるのがここに。出てこい。おお、なんでこのとこにいんのこいつ。逃げるのこと別にいいけどさ。近寄るのこと。昔の貧しい友人のエイトなんてかな。こいつ、物乞いでも来たのか。物持ち物取りにパートナーとして、経済に関するアドバイスをしてる生活さ。みずぼらしいかげどもが。君だったのか。お前みたいなちびすけに怒られるとこじゃない。視界から消えろ。あー、待って待って、左側行ってな、俺。ちょっと。絶対なんかあいつあれだろ、なんか悪魔の力かなんか使ったろ。あー、どうも、ちょっと待って、そんな連れてかないで。俺まだ全然こう探索してないんだから。二度とポーキー坊ちゃんの姿を見せるんじゃねえぜ。うるせえよ。入ってやるよ。普通に入ってやるから。ほら、ほら。なんか、強奪しろ、これのわけだからね。なんか、その金金色のソアとかなんかも。ずいぶん贅沢しやがって、おめえはよ。おい。よし、ぶっ飛ばしてきた。あの部屋も、部屋の中も燃えてるからも。さあ、全部あれじゃん。なんだこれは一体。相変わらずな。親父？性格のおかげで俺もリチョンの仲間入り。素晴らしいことはなかったけど、ぬはーぬはぬはーぬはははははは。顎は疲れた、そうか。もう勝手にやってくれ。母親、母親。上にいるのかな。あ、なんか弟みたいな。確か。なんなのここは。プライベートエレベーター。なんだよ、入れないじゃん。じゃあここあれか、じゃあポーキー専用ところか。47階か、すげえな。あんまりなんつうの、そういうなんか高い建物っつうか、俺あんまりなんか住みてと思わないけどな。怖くねえ、なんか。崩れたら。まあ崩れないようになってるんだろうけど、なかなか。そんな簡単には。どうしても崩れたらおしまいだからね。うわーっつってなんか。なんと、その、もうすげえ高いところが。地面に叩きつけられるような、そういうなんか、なんつうの、その、それをもう味わわなきゃいけないってことです。怖すぎですね。決まってるらしいな。わかったか、ネスさんよ。名前ぐらい特に調べたら、怖え、なんでここ、なんでそんなもん調べられてんの。めちゃくちゃ怖えんだけどな。て、て、て、て。どうすればいい？酒場が怪しいよね。酒場が怪しいってのは私、あれか？おお、敵じゃねえかよ。これはな、マットカーかもしかして。マットタクシーか。あの曲だと欲しかったな。てる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 ってなんか。うわぁ、気がつけなかったか。誰も当たんなかった。サンダーと当たんねえんだよな。なんかしねえけど。普通なら殴ってる人でね。てってってって。てくててんてん。779。おい。きちんとしてるんだ、そうか。てってててってて。何がどうなってんの、俺どう行けばいいんじゃ。まあ、とりあえず砂漠だろ。砂漠と、おお、上がってんな。ウェルカム、いいものあるよ。何するんだ、あんちゃん。おー、壊れたメーカー、ディフェンスよ。あ、売ってるんだな。ガッテン。ガッテンよね、ほんとに。ふざけやがって。フード行ったか。行ったよな。ハンバーガーショップ。あれ、ハンバーガーショップだったっけ。おお、なんかあるなんかあるなんかある、何これ。怪しいな。俺の場所じゃないような気がするんだけど、なんかお前の場所だったりして。俺の場所か。どっから行くんだこれ。あ、デパートの裏か。デパート入んなきゃダメなんだ。
覗きとこかもしれない。てんてってん、どうやって行くんだろうな。デパートが閉店したら怪しいね。これここから行けないの。これなんか行けねえな。てっ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 てだめ、行けない。ここから登ることもできないし、まあそれはまあ後々に分かるんじゃないのか。てれっててれってて、パッと見た感じだとまあ、うわまたいる変なやつが、ベーカリーに。てててててん、いやーどこにいんだ一体な、その謎の物体は。埋蔵金発掘、あのあれだ、あれなんじゃないの、なんかあの下の砂が地下みたいなとこ行ったけど、そこら辺のあれなんじゃないか。あれ、ここ来たっけ俺。なんだこう。おお、なんかチケット、もしやあれ持ってない、持ってない。まあじゃあ買っちゃおうか。はい、持ちきれない。どうすっかな。鍵マシン、大きな守り、もうディフェンスじゃいらねえだろこれ。コンタクトレンズ、あ、コンタクトレンズ、あ、うん、ベーカリーを2回とか言ってましたよな。そうだろ、ベーカリーを2回だ。危ねえ、忘れるとこだった。どうだ、チケットのドタラ、ちょっと今思い出してしまった。どうだっけ。よし、てんてるてんてんてん、ケチなやつがいるか。こいつじゃねえだろ、あんた。ああ、はいはい、掛け物を大切にするんです。早速何か。なんだこれしか履いてない、僕の予想行きの靴下。そうか、選択肢が以上しか履いていません。ただのクソ野郎じゃねえかこいつ。対戦してくださいね。ダメだもん。これがまあおそらく何かしら役に立つんだろうけどな、きっとな。とてつもなく役に立つんだろうけど、とんでもない話になってくる。てっ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 て、アイテムをどうするかって話だろ。まあハンバーガーとか食ってもいいか。じゃあ物差しもいらなくねえかこれ。てっ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 てて、アストロマシンやっちゃ、これいいや。捨ててはいけない。マジ？ディフェンススペルやないべ。じゃあハンバーガー食っちまおう。てっ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 て、よし、バイバイ食いよ。てってよし。てってて、はい。さあ見せてもらおうか。拝見いたします。てってて、チケット1個だけで十分だったね。3つ、3つ分なんか空きが必要かなと思ったんだけど。まあいいよ。てててん。さあ見れるのか？ここ？おお、みんなちゃんと座ってる。すげえすげえ。すげえ。え、どこ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 に座ればいいのこれ。え、先のあっち行くべき。これあれじゃね？どうすればいいのこれ。すげえな、この。劇場だ、劇場。すごくね、ちょっとちゃんと見ようぜ、これ。なかなか見れるもんじゃねえぞ、こんな。いや、いいな。金髪しかいねえ。音するのと当然、お、お入りください。優遇上がってんじゃねえかよ。来たよ。帰りばっか作ってるの申し訳ないの。力が必要だ。はっきりした理由は言えないけど、音楽家の直感ってやつかな。あ、そうなの。ほう。偽の契約書で縛られちゃってるんだ。的を見るなんかやってんのか。どうもあかん、カッカッカ。なんだそれ。またなんか問題起こしてんのかこいつら。お、始まる。ナイスなクソったれどもに最高の爆弾を見合わせるぜ。ぶっ飛ばしてくれ。ビーナスってやつが出てたよな。
やるじゃないか。やるじゃねえか。おお。いるの？あ、いなくなってる。一人なんかなんつうの、目がハート型だと思ったらなんか普通にサングラスじゃないかっていう。あ、こいつはこいつ。物持ち？どうするんだ、まあ、とりあえず砂漠か。じゃあ砂漠だな。あれ、また始まるか、また始まる感じ。そうか。ててててて、結構席空いてるね、割とな。前の席とか来てえけどな、こうなったら。後ろがさ、後ろすぎ埋まってない？後ろ完全に埋まってんじゃん。前があんなに空いてんの、やっぱ、あ、違うのかな、やっぱなんか値段とか。真ん中も結構空いてるよね。で、一番前が空いてるっていう、なんかあれだな。なるほどね。てれっててってて。あ、こっちだ、こっち。こっちは気になる。もうまたなんかやばい、やばそうなやつがいんな。ファンなの。ダメダメ。100万ドルの借金を、100万ドル。100万ドル戦えてあげる。埋蔵金。ああ、やっぱ砂漠にあるか。砂漠に戻んなきゃいいんだな。まあ、そこで話はあるか。てっ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 て。まあ、ここはなんかもう見た、全部見た感じですからな。もう多分見たでしょ。いつも満員らしいよ。こんなやついたっけ？てってるてってるってて。さあ、どうする？砂漠行くか、じゃあ。